35分ぐらいまで配信するので30分になったら壇上読みます。昨日のゲバントホール感動しました、ありがとう。そう、なんかゲバントホールが感動したみたいな面白い、ありがとう。昨日はジャズありがとうございました、すごい貴重な経験をさせていただいて素敵な思い出になりました、楽しかった。昨日のジャズすごい良かった、嬉しい、ありがとうありがとう、嬉しい。あ、ジャズ良かった、嬉しい。今日も可愛い、やった。今日はね、今からスペイベと、あと STU チャンネルもあるので、夜は待って、顔の血色がなさすぎて怖い。買い物行こうとしたら配信始まったから買い物後回し。リオを優先してくれたんですね、嬉しい、ありがとうね。でもなんか今日日曜日感がないんだよね。ジャズ感動した、嬉しい、ありがとう。現地にもね来てくださった方も、配信で見てくれた方もありがとうございます。すごいリオのペンライトとうちわも見えて嬉しかったです、素晴らしいステージでした、ありがとう。ジャズ最高、ありがとう。そうなんですよ、まあいろいろ全体曲とかも、全員曲とかもいっぱいあったりとか、あとソロもあって、あとはまひなさんとあいこじさんとリオの3人で暗闇を歌ったんですけど暗闇ね、もう緊張しすぎて本当に、いやいつも毎回リオはステージ緊張するんですけど、いつも以上に緊張して昨日は、だから本当に緊張でろれつが回らなくてお、さんが、はやとさんがね生配信されてたんですけど、そこでなんかこうなんていうの、広めてくださる、なんていうんだろう、こう広めてくださって、そうチャンネル登録者数がなんと7000人も超えて、嬉しい、ありがとうございます。はやとさん見てるかわかんない、多分見てないと思うけど本当に嬉しい、ハヤトさんの力はすごい。そうドレスもね着させていただいて、リオは先輩方は自分の自前なんですけど、研究生は衣装の中からこう好きなのを選ぶって感じで、何着からか1個なんですけど、リオは青を選びましたそう6種類ぐらいから1着を選んで、ありがとう。リオツの歌声低音が綺麗で力強くて好きなの、昨日のジャズでより思いました、嬉しい、ありがとうございます、やった。そのソロでは青春各駅停車をね歌わせていただいたんですけども、ゆずきちさん、一着様、まーつんちゃん嬉しい、大好きタワー、ありがとうございます、嬉しい、かわいい、大好きタワー、嬉しい、ありがとうございます。ゆずきしさん昨日も来てくれて、またお礼させてください、ありがとう、嬉しい。そうですね、すごい緊張したくれ、でもまひなさんが隣にいたんですけど、暗闇の時に目を合わせてニコッと笑ってくださったので安心しましたそう、はやとさん、そう宣伝、そうそうそう宣伝してくださって本当に嬉しい、ありがとうございます。髪飾り可愛かった、そう髪飾りね自分で選んだんですよ、あれ、そうこの後
朝メールの続きのメールを送ろうと思うんですけど、そう、髪飾りとイヤリング自分で選んで、でもあんまりセンスに自信がないからメイクさんと一緒に選んで、そう、一緒に、そう、自分で選びました。なんか衣装にドレス、青のドレスの衣装にパールがついてたからイヤリングをパールにしてみて、で髪飾りはカチューシャと迷ったんですけど、キラキラのなんかこっちの方が清楚な感じがしたので清楚にしました。そう、嬉しい。そう、本当に楽しかった。特に最後の夢力は超楽しかったです楽しかった。もう先輩方のねドレス姿もめちゃめちゃ綺麗で、特にな、あのマギナさんの、マギナさんがこう肩をね出してらっしゃったんですけど、めっちゃ綺麗で、肩が、あと鎖骨も綺麗で、もうさ触りたいって触りたい、触りたくなるぐらい綺麗で触りたくなるぐらい綺麗で、本当にもうめちゃめちゃ綺麗だった。楽しかったし感動した、嬉しい、ありがとう。そう、ジャズ楽しかったです昨日のね投稿とおはつんも見てくれましたか、ドレスの写真を載せてるんですけど、なかなかさドレス着る機会もないしさ、ドレス着てる姿もみんなに見せることもねなかなかないと思うから、みんな見てくださいしっかりとリオのドレス姿を目に焼き付けてね。受験さんありがとうございます。カメラリアです、ぜひフォローしてください。見てコメント拡散お願いします。即保存、よかった昨日は見ることができなかったけど物販には行きました。そう、嬉しい、ありがとう。でね、みんな聞いてください、もう超嬉しいことがあって超嬉しいことがあって、あの昨日のリオが着た青のドレスがあるじゃないですか、青のドレスが、あのいつもね衣装にあのなんか名前が書いてあるんですよ、なんか袋がかけてあって、こう靴下とかが入ってる、それがその衣装と一緒にかかってるんですけど、そこに名前が書いてあるんですよ。そこに岡田って書いてあったんですよね。でアズミンかなと思って、なんていうの、アズミンかと思って、あの衣装さんにね、これアズミンですかみたいな聞いたんよね。そしたら、あの岡田奈々さんの方ですって言われて、奈々さんが着てた衣装と思って、大好きな奈々さんが着てた衣装だったらしくて、そう、嬉しかった奈々さんそう、奈々さんが着てた青のドレスでした。25日のツーショット申し込んでみて、え、嬉しい、ありがとうございます、やったー、ありがとう、めっちゃ嬉しい、会いましょうね嬉しい。そう、奈々さんのでした、めっちゃ嬉しかった。そう、奈々さんいちごに自慢しなきゃだね、ナナさんのドレス着たんだよそう、いちごに自慢する自慢します。本当に楽しかったですね、楽しかった。
ありがとうございました皆様。ありがとうございました。でもね、ソロが本当に過去、もう過去一じゃない、でも過去一に並ぶぐらい緊張して、出番前が本当に緊張しました。もう足が震えて、手も震えて、やばくて。そうで、めっちゃ水飲んだのに、もう出番前には喉がカラカラになってて、そうで、ちゃんと歌えるか不安で、そうでも楽しく歌えたし、あのちゃんと歌えたのでよかったです。でそう、みちゅさんの声に似てるねっていろんな方から言っていただいたんですよ。なんかあの昨日あのそのライブが終わった後にね、生のお客さん SS 席っていう、なんか最前3列ぐらいの方、 SS 席に座ってる方はライブが終わった後になんと生でこうなんかアフタートーク会みたいな感じのをこう見ていただいたんですけど、その時に池ちゃんさんがあのおっしゃってて、なんかメイクさんがあのリオ、あのみちさんの声に似てるって言ってたよみたいな。そう、嬉しかった。ファンの方もね、なんかコメントとか見てたらみちさんの声に似てたっていうコメントの方もいて、嬉しかったです。そう、でもあのリオは年齢で時間的に9時になったらあのステージから退散しなきゃいけなくて、そう、でもアフタートークを始めたのが、アフタートーク会を始めたのが8時55分とかで、56分とかで、もうギリギリだったんですよ。そうだからあの9時になるまではなんかずっとリオのお話をさせていただいて、そう9時になったら退散したんですけど、岡村って書いてある衣装ができて後輩が着て喜んでもらえるようにいつかなりたいねですね。目標、確かにそうですね、確かにそうだ、そうだよね、岡村って書いてあってさ、喜んでもらいたい。そうだね、確かに。ありがとうギフト。声違和感なかった？本当？あ、ハロありがとう。リオツの声、ミチさんの声に聞こえた。本当？嬉しい。なんかこのなんか瀬取りとかを決めた方がいるんですけど、その方がなんかこの青春各駅停車はミチ以外にはあのなんかリオツンしかなんか思い浮かばなかったよってあの言ってもらって、そうミチさんとあのリオしかなんか合わないと思ったみたいな言ってもらいました。ツンツンの声、演奏とめっちゃ合っててすごく良かった。え、嬉しい、ありがとうございます。そう、ギリギリだったんですよ。そう、楽しかったです。今年初生バンド、生演奏で歌いました。楽しかった。そうなんですよ、バンドにも負けてない歌声ですごかった。え、嬉しい、ありがとう。なんかさ、コメントとかでもさ、リオツの声ってジャズに合うねって言ってもらえて、たくさんめちゃめちゃ嬉しい。あと3分で何十見ます。嬉しかった、ありがとうございます。今日は
スペイベがあります。この後ゲーム大会。いや結局ね、誰が来るのかね、理由わからないんですよあの3人、そのファンの方3人とリオでゲームするらしくて、でその3人中1人の人は知ってるんですけど、あとの2人が誰が来るか分かんなくて、ちょっと怖いそう、1人の人あのなんかお話し会でね教えてくれたから分かったんですけど、あとの2人が分かんなくてそうメールにもね書いたんですけど、私です僕ですって方がいなくて、そうメール返信にも誰も私です僕ですって方がいなかったから怖いでリオのね申し込みがなかったんかと思ったんですよ。もしやその一人の人しかリオのスペイベ申し込んでくれてないんかと思って、一人の人とするんかなと思ってマネージャーさんに聞いたんですよ。そしたら、しかもさリオさあのお仕事で忙しくて、あのスペイベのさ告知をしてなかったんですよ。する暇がなくて、そうだから応募がなかったんじゃないかと思ってマネージャーさんに聞いたんですよ。そしたらちゃんと3人はいるってちゃんといるよって3人よかったね、よかったですとりあえず安心して眠れました昨日はそうビビった、1人しかいないんかと思って。前回も分からなかったよね。え、前回はね4人、そう前回は4人だったんですよね。今回3人なんですけど、前回は多分3人は分かってて1人の人が分からないみたいな感じだったから、そうお洋服かわいい、やったー、そうチェックにしてみた今日は。あんまり最近黒着てないから、実はねこれね後ろが可愛いんですよ。でも見せない、メールで載せます。見たい方はメールを取ってください一人は知ってる？アラーム鳴った、なんで誰がかけたん、怖いんだけど。え、ごめん、みんなうるさかったですか今の。え、イヤホンの方とか大丈夫でしたか、爆音みたいな、大丈夫だった？え、待って、30分、何時読まなきゃ。あ、サプライズ登場？そういうこと？確かに。しげんさん、ありがとうございます。カマラ流でぜひフォローしてください。そうですね、そう、アラームこっちには聞こえてない。え、怖っ、え、聞こえてないですか。あ、え、ミュートになったから大丈夫です。あ、え、そういう機能があるの、アラーム鳴ったらミュートになるの。え、そんな機能があるんですね、すごいあ、そう今日はね STU チャンネル、 STU ホテタチャンネルも19時から放送があるのでぜひご覧ください。なんか 2.5 と3期でなんかガチバトルみたいなするらしいのね、ぜひ見てくれたら嬉しいです。それでは男女読みます。リストありがとうと、13日傘のタッキーさんありがとうございます。12位、ゆうきあきたさんありがとうございます。11位、リノートさんありがとうございます。10位、レオタンさんありがとうございます。10位、あ、9位、鈴鹿さんありがとうございます。8位、ギャロンパンさんありがとうございます7位、沢本龍二さんありがとうございます。6位、楽楽さんありがとうございます。
5位フラペチーノさん、ありがとうございます。4位ホリちゃんさん、ありがとうございます。3位リオツン初心者のヨネさん、ありがとうございます。2位ガープズキーシくんさん、ありがとうございます。そして1位はドゥル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 バーン、ゆずきちさん、ありがとうございます。あ、音ずれしてる？本当？さっきのアラームが原因かな。あ、声が先で映像が遅れてる？ごめんね、ごめんね、ありがとう、ありがたわーです、ゆずきちさん。うん、というわけで今日も盛りだくさんということで、ちゃんの一国堂さん、やばい。一位ずきちさん、ありがとうございます、ありがとう。え、一国堂さんになってる、面白い。いいですね、逆によくはないけど。ありがとう。ちょっと待って、ちょっといつまでもさ、リオ2023年を生きているんですけど、ごめんなさい、4年でした。もう3年に慣れててごめんね。過去を生きています。すいません。やばい。それでは今日はもう配信はこれで終わりです。明日は放課後音楽祭があるので、朝かな、ちょっとまだ分かんないけど、今日はスペイベ来てくださる方よろしくお願いします。そして ST48 チャンネルも19時から放送があるので、ぜひ来てくれたら嬉しい、あ、来てくれたらじゃない、見てくれたら嬉しいです。それではバイツーン、行ってきます。バイツー。